こんにちは、木下ゆうかです。今日はね、じゃん、チョコレートを紹介したいと思います。いや、私ね、実はホワイトチョコレートがめっちゃ好きなんですよ。多分普通のチョコよりもホワイトチョコの方が好きです。まあ例外ありますけどね、普通のチョコでもめっちゃ美味しいみたいなのもあったりするけど、まあ基本ホワイトチョコレートめっちゃ好きなんですよ。で、それでですね、今日コンビニに行ったらホワイトチョコ製品いっぱい見つけたけ、ちょっとね、今日は久しぶりにお菓子屋ビュー行ってみようかなと思ってって感じですホワイトチョコってね、溶けやすいんですよ。だから冬に結構新商品が出るイメージなんです。多分そういうことです。多分。じゃん、ガーナホワイトキューブ、ガーナホワイトシュー、ホワイトミルキーチョコレート、そしてこれです。ラーメン丸、ラーメン丸キャラメル風味チョコ、ラーメン丸塩味、いいんだよねこれ、キャラメル風味チョコ。ベビースターラーメンにキャラメルチョコがコーティングされてるんです。まあこれはホワイトチョコじゃないんですけど、まあ、キャラメルチョコとかイチゴのチョコとかってホワイトチョコを加工したやつですよね、確か。まあいいか、なんでも。じゃあ右から食べていきたいと思います。コクのホワイトキューブ、いただきます。うん、間違えた、ホワイトシューだこっちだ、こっちだ。サクサクの食感のシュー生地にホワイトチョコがコーティングしてあって、ホワイトチョコの甘さに香ばしさが加わって結構美味しいです。これ美味しい。次はこれです。ガーナココのホワイトキューブ、普通のチョコなのかな。あー、なんかね、でもね、チョコなんだけどコクがめっちゃ深い気がします。濃いホワイトチョコって感じ、濃厚です。疲れた時とかにチョコっと食べたいなっていう感じですね。チョコなだけに、はいで次はこれですね、ホワイトミルキーチョコレート、めっちゃ薄い薄い、こういう感じで入ってますね、塗装されてます。これね、中にミルキーソースが入っとうみたいです。あ、おー、今見えました。うん、ミルキー、ミルキーだ、ミルキーが入ってる。薄いチョコってすごい贅沢な感じがする。ミルキーとホワイトチョコの相性はね、抜群ですね。で最後ね、一番問題なのがこれ、これこのキャラメルチョコの中にベビースターが入ってるってやつですね。あ、美味しい。香ばしいベビースターラーメンにチョコレートがコーティングされてあって、あ、私これ大好きだ、大好きなやつ。中に入ったベビースターラーメンは塩味なんですよね。それがまたいいんでしょうね。これチキンラーメンとか他のやつとちょっと面白い系になると思うんやけど、塩味やけ、うん、結構正統派なお菓子でした。見ますか、こんな感じになってますね。はい、全部食べたいと思います。うん、うん、やっぱりね、ブラックコーヒーが合いますね、チョコにはね。元気が出ますよね、チョコって食べると。なんか嫌なことがあってもこういうね、美味しいスイーツ食べるとね、その瞬間元気出ますよね。最後の一つです。全部ね、かなり美味しかったです。私でも一番好きだったのは違うこれですね、ガーナのホワイトシュー。なんかシューがね、サクサクで香ばしくって、でも程よくしっとりしとってホワイトチョコがコーティングされたんですよね。やっぱ香ばしいものと甘いものの組み合わせっていうのはいいです。で2番目はね、これです。ベビースターラーメン丸にキャラメルチョコがコーティングされたやつです。あ、これもやっぱ同じですよね、香ばしいものにチョコレートコーティング。思ったほど甘じょっぱい感がなかったんですよね。ベビースターの香ばしい感じはあったんですけど、そこまで甘じょっぱいとは私は感じなかったです。ホワイトキューブとミルキーチョコレートも美味しかったです。でもこれ、この2つってさ、固形のチョコレート的なやつって私は何かをしながらちょこっとちょこっと食べるのが好きなんですよ、チョコのだけに勉強の合間、まあ私だったら編集の合間とかだけど、そういう時にちょこちょこっと食べるのがいいなって感じだから、今一気にバーッと食べたからね動画だからね、はい、全部の美味しさが知れてよかったです。皆さんもぜひぜひ食べてみてはいかがでしょうか。みんな何チョコが好きですか。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。バイバーイ。